はい、こんにちは。ザ・ゲームギャラジャーの春99でーす。いやー、このゲームね、レビューする時が来てしまいました。箱絵がですね、怖いんですよね。で、箱絵に人の顔を描いてあって、非常に怖いゲームっていうと、まあ、ティカロが非常に有名なわけなんですけど、まだこのザ・ゲームギャラジャーでまだご紹介してませんが、これね、それより私怖いんですよね。この、ボマルゾですよね。まあ、箱絵が非常にこの怖いゲームなんで、実はね、売っちゃっとったんですね。怖すぎてね、もういいかなと思って置いていたんですけども、まあ、実際プレイしてみるとですね、これワーカープレイスメントなんですけども、このですね、まあこういった石像がね、たくさんあるまあ神々みたいなことになってるんですけど、彼らにですね、こう祈りとかね、お供え物を支えて、そのリターンを得ていくというプロセスがですね、これまた面白かったんですよね。なので、ちょっとこの怖い顔はですね、我慢していただいてですね、この中身をですね、今日はご紹介したいというふうに思います。はい、じゃあね、早速ね、中の方をご紹介していきたいと思いますけども、一応ね、これね、まあ私もボマルゾと言ってますけどね、まあボマルゾとかね、言うらしいんですけども、実際ですね、本当にですね、イタリアの方にあるらしいですね、こういう、なんていうんですかね、こうまあ怪物とかなってますけども、このこういった恐ろしい顔をした石像をたくさん置いてあるですね、まあ怪物公園とかいうのもですね、まあ Google とかで見ましたけど、まあ公園が実際にあるらしくって、まあこれゲオシック社なんでね、ほんとイタリアのメーカーなんですけども、そこにあるですね、有名な公園がテーマになってるようでした。まあね、神々っぽいんですけどね、なんかね、プレイしてる感じはですね、まあ日本でいうところですね、まああの、十二節ね、ねえ、ウシトラ、ウータツミみたいなね、まああんな雰囲気なんですけども、かなり怖いデザインになってます。かなりこれ凝ってましたですね。ほら、ここ、めっちゃくちゃ怖くないですかね、これね。まあ、こんな風な箱になっていて、もう開けるのもね、私はたばかられたっていうようなゲームになっております。まあそれはさておきね、早速中の方を見ていこうと思います。はい、このボマルゾですね、まあ、ざっと展開してみました。まあこんな感じのゲームですね。こちらがですね、全プレイヤーの共通のボードになってるんですね。まあここのところにボードがあって、その周りの周囲のところに先ほどのこのね、この怖い箱絵のやつを含めた例の公園にあると石像が、まあ、こんな風のカードになってね、まあ周囲の方に置かれてるというのが、真ん中のところにこれ1個前置いてます。これただのラウンドを示すだけなんですね。こんだけボードあるんですけども、ここからここってただのラウンドなんですね。ここラウンドだけで、ここ全然意味がないといえばないんで、もうこれ周辺しかほとんど意味のないボードなんですけども、これが一つ。で、あとこっちにあるのが、これなんですね。これプレイヤーボードをね、それぞれプレイヤー1個ずつ持ってるんですけども、ここね、いろんなゲージあると思うんですけど、各ラウンドの自分の収益を表してるんですね。このゲーム自分のところのリソースには、ここにちょっと見えてる、お金と食料とワインっていう、まあ3つがあるんですけども、これが毎ラウンドどのぐらい補充されますかとか、あるいは、まあプレイされるね、カードがあるんですけども、これが何枚補充されますか。要はここがね、自分のところの収入ゲージになってるんですね。で、あとまあワーカープレイスメントなので、このワーカーをね、増やすことができたりするので、まあここのところが各自の、まあ収入ですね、ラウンドごとのいうのを表してる。なんでこれも実はここしか意味がなくて、まあここはまあなんか自分の持ってるリソース基盤になってるので、まあだいぶこの下のところに情報が積んでるというゲームになってます。で、このゲームでちょっと非常に込み入っていてややこしいので、まあ雰囲気だけね、お伝えできればなというふうに思うわけですが、こちらですね、全プレイヤーの先の共通のボードなんですね。で、ワーカープレイスメントなので、こちらのね、プレイヤーにあるところの、このね、自分のワーカーをまあ使って、このゲームプレイしていくんですけども、プレイそのものはですね、手番が来たら非常にシンプルで、このワーカーをこっちのプレイヤーボードの上のところの中央にある、まあ、ワインか食料かコインがもらえるところにまあ置けば、そこの下に書いてる数字だけもらえると。で、二人目以降はだんだんもらえる量が減るみたいな、要は基本的なリソースっていうのをもらうとこか、周囲の8枚のところをどこかに置くと。で、どこかに置けば、こちらのところ、例えばこれだったら1金払えばカード2枚引けるとか、例えばこれだったら食料1とコイン1を支払ったら、これ2って書いてあるんですけども、これのどこかを2個こう改善できるとか、8箇所あるんですね、周囲にね。で、これ8箇所あって、これどっちかを選ぶだけと。という、ここがね、非常にシンプルになってるんですね。じゃあ、このゲーム何が面白く出来上がってるかっていうと、いくつかありまして、まずね、コストの問題があるんですね。というのは、例えばこのカードだと、金と食料をこう払いなさいという風になってるんですね。で、金と食料を払いましたという風になっていると、次のプレイヤーの手番が回ってきたら、次のプレイヤーも実は置けるんですね。置けるんですけど、すでに置いてある数プラス1個を払わなくちゃいけなくって、次のプレイヤーはこれプラスどっちでもいいんですけど、もう1個払わなくちゃいけないと。
で、その次のプレイヤーは、これ置いてあるプラス1個なんで、ものすごいもいっぱい貼るんですね。これ5個プラス1個なんで、6個貼らなくちゃいけないっていうことがあって、置ける場所はこの周囲に8箇所あるんですけども、先物勝ちではないんですけども、ここに置かれてる累積というものがあるので、どこから置くかというのが非常に大事になってくると。で、同時に例えばこれみたいにですね、まあこれ食料1個払ったらコスト動くんですけど、これ怖い顔書いてるのはこの周辺のカードのコンドなんですけども、どれかのカード1枚の上に置いてある食料かコインを全部取るか、食料コインどっちか選んで全カードから1個ずつ取るみたいなカードのがあるんですね。だからあれに誰かが置いて食料を払ってここに3個あるので、じゃあこれ取りますというのをもらうと選択すると金2個がもうコストになってるんですね。つまり3人目に来る人は置いてあるプラス1個なんで、金金その他を置けばここ使えるようになるんですね。つまり初期だけここの置いてあるものに縛られるんですけども、2人目以降はコストが上がると思いきやカードの上からコストを除去するなんていうカードも効果もあるので、ここのところのバランスがですね、まあ、非常に面白く出来上がってるということがあります。で、もう一つあって、実はこのゲームワインっていうのをまあ入手できるんですけども、誰かがここの上に置いた時にそのプレイしたプレイヤーからワインを払いますかっていうのを支払いするかどうか聞いてくれるんですけども、ワインを支払えば自分の手番ではなくてもその手番のプレイヤーが支払った、例えばここにさっき1人目がいたので、じゃあ2人目がこう払いましたって言えば、ワイン2個プラスこのコストですね、この食料2個と金1個っていうのを支払えば自分の手番でなくても直ちに手番ができるっていうようなシステムがこのゲームできてるんですね。つまり手番がワーカープレスなんで、ワーカーを置かないとゲームが進まないはずなんだけど、手番がなくてもワインを支払えばアクションができると。これまたね、うまく出来上がってるんですね。さらにこのゲーム面白くなってて、まあ人気があるやつと人気がないやつがまあ当然できていて、誰も人気がなかったらこれなんか進行を失うとかなるらしくって、裏目になるんですね、次のラウンドから。これ金1個でカード2枚もらうやつだったから、翌ラウンドにはお金何にもないですね。最初の人は0円でカード2枚もらえるという風にですね、コストは下がるけど能力は全部同じという風になるというこの面白さがあるんですね。で、結局このゲーム何するかっていうと、まあ、VP を取っていくんですけども、勝利ポイントはこれの中の効果で、これですね、手札のカードで、まあ、これをプレイするってカードいっぱいあるんですけど、ここに1とか書いてるんですけども、これをプレイすることができたら、これだとここですね、まあ、ここを1ポイントもらえると。で、これがこの柱みたいなやつと、まあ、この紙っぽいものと、ここの、まあ、すり鉢というような、まあ、この3種類プラス、あとはまあお金たくさん持ってるとかですね、まあ、そういうリソースたくさん持ってる系とかあるんですけども、最終的にこれをいかに多く持ってるかっていうのをまあ競うと。そのためにはカードプレイするっていうか、効果があるので、まあ、それでこれをプレイする。で、ここまでだったらまだありがちなんですけど、まだこれ込みってまして、それぞれ例えばこれだとすり鉢が一番持っている人、交互にね、ここにだとすり鉢ですけども、ここを一番進めている人ポイントをもらえるんですけども、これ勝利ポイントなんですね。3ポイント2が2ポイントなんですけども、実はこれはこの場所に決まってないんですね、このゲームで。どうやって決まるかっていうと、この周囲の中に自分のさっきこのプレイするって言ったカードがあるんですけども、これここのところに数字が書いてあるんですね。ゲーム中にこの下に入れて投票するっていうことができるんですね。自分の手元に持ってくれば、実は後で特殊効果を使えるようになったり、ここにあります特殊効果を使えるようになったり、これを進められる、こっちだったら1、裏面でパワーアップしたらもう3進めるとかあるんですけども、特殊効果とかこういう進める代わりにこの下に入れれば4票分投票ってことになるんですね、これね、この下に。で、この8枚の全ての下には投票することができて、ゲーム終了時には投票量に応じてこれ並び替えるんですね。投票された数が少ないやつは後ろ後ろへと送られてしまって、最悪0勝利ポイントになるんですね。つまりどれだけ稼いで、どれだけここの条件、これコインを一番持ってることなんですけども、どんだけお金を持っていても、いや関係ない、その人0勝利点ですと。いう風になっちゃうというですね、非常に変わったシステムが採用されています。はい、なかなかね、込み入ったねゲームだったので、ね、ちょっとねアップでお届けしましたけども、このですねボマルゾなんですけども、まあ、何が面白いかっていうと、この収入を上げたいと、自分のねこの上に置いてるゲージをコントロールしてリソースを上げたいなっていうと、リソースを上げるところのカードにプレイしてあげましょう、またはカードをプレイすればここのところのゲージを上げることができるので最終 VP に寄与します。
または自分が上がってるやつ、これだとより柱を進めてるなんですけども、より柱を進めてるっていうのが多いので、このカードの VP を上げたいとなれば投票しましょうと。つまり手札のカードは自分の勝利ポイントを稼ぐ糧でもあり、同時に置けば特殊能力も実は得られるんですね。これ非常にたくさんあってややこしいんですけども、特殊能力を得られるものでもあり、かつ投票することによって自分の VP をコントロールする。でも当然みんな見えてるんですね。いつも言いますけども、何が何点進めてるかみんな見えてるんで、あいつは明らかに柱を狙ってるなと思ったら、柱のところのカードにボボボボ置かれちゃうんですよね。そうすると置くコストが高くなって次出せないとかいうのがあって、コストをどうやって上げ合いするのか、どのカードを取るのか、そしてこのカードも山札から引くっていう能力を使うのか、毎回引ける量を増やすのかっていうところですね。このコミュニティ加減がですね、非常によくできてるんですね。なんでこのゲームテーマというよりはシステムが非常によくできていて、人気のカードのところには連続していつまでもコストが高い、1回でも人気が途切れればすぐ1回安くなる、誰かが使えば次のラウンドまで高くなるって、このコスト感がまあ非常によくできているのと、どこをどれだけ進めたら手になるのかっていう方に注力しすぎてしまうと、この投票する方がなくなっちゃうんですね。このコマを進めるためにもカードをプレイしなくちゃいけない、これの投票して順位を上にするためにもカードを入れなくちゃいけない、しかもここにある枚数ではなくて数字が投票になってるので、すごくいい数字のやつは残しておきたいんだけどプレイもしたいっていう、この矛盾するところが面白いですよね。しかもワーカープレイスメントだから手番限られてるけど、ワインさえ適切な数を持っていれば他人の手番でも追従して同じアクションをできる。ああ、解説がカードをこの人に配置した、あ、じゃあ僕もワインと同じだけこういう数払って、僕もすぐ今カードを補充しますと、投票しますっていうことができたりして、このシステマティックなところがですね、非常によくできてるゲームなんじゃないかなというふうに思います。ただまあ欠点はたくさんあります。プレイヤーのこのコマですね、このコマがいろいろあるんですけども、プレイヤーのコマが黄色もあるのに、まあ、同じサイズのこの黄色のコインがあったりして非常に見分けがつきにくかったり、このカードのこのコストですね、この特殊効果とかが非常に分かりにくいんですね。これね、分かりにくくルール上書かれてたり、ここもいろいろあるけど真ん中は結局所詮ラウンドしか説明してなくて、上下とか分かれてて非常に分かりにくかったり、実はこれルールも非常に読みにくいですね。ルールが読みにくい、コンポーネント分かりにくい、特殊効果のようは読みにくいっていうのに、なんでこんな推奨してるんだっていうのは、ワーカープレイスメントシステムとして非常によくできてるんですね。このバランスといいね、このどのカードを取ろうか、覚えれば8種類なのでたちまちすぐ分かるわけですけども、どこにワーカーを置くのか、誰と競うのかっていうところですね、非常に駆け引きがある面白いゲームに仕上がってるんじゃないかなというふうに思います。これね、どちらかというと本当に絵は全部怖いんですね。システムを楽しみたいっていう方のワーカープレイスメントゲーム、雰囲気はあんまないので、なんじゃないかなというふうに思います。で、これ実際ですね、2016年のですね、まあ夏に収録しておるわけですけども、ゲーム自体ですね、私これ2015年の秋ぐらいにもう入手してまして、もうキックスターターだったので、もう1年近いぐらい前のゲームなんですけども、2016年の夏、そろそろ国内の方にも流通するんじゃないかなと思いまして、このタイミングでご紹介させていただきました。はい、というわけでですね、今回ですね、箱絵がね、超怖い、個人的にね、超怖いんですけど、すごい私の中でもこれまあリアルなんですけどね、怖くて不評なんですけどね、中身はね非常に面白いですね。ボマルゾをご紹介しました。まあ正確にね、ボマルッツォとか言うらしいですけども、まあイタリア語発音なんでね、所詮私では発音できませんので、まあボマルゾというふうにご紹介しております。まあ私ね、ゲオシック社のね、このゲームね、なかなかいろんなテーマを持ってきてね、割と好きだったので、このゲームもお気に入りになっております。で、途中にも言いましたけど、やっぱちょっと分かりにくいゲームなので、個人的にはこんな風にね、カードのね、特殊効果のね、リファレンスとかね、まあプレイのね、エイドみたいなものを作っておりますので、まあ国内流通がね、まあ始まってみてね、まあ国内の方でもこのボマルゾがね、まあ買えるようになれば、どっかのタイミングでザ・ゲームギャラリーね、ブログの方でもね、まあ公開しておこうかなというふうに思ったりはしております。ということで今回ですね、超箱絵が怖いゲームなんだけども、ワーカープレスメンタルとしてこのシステムがね、非常によろしくできているゲームボマルゾをご紹介いたしました。ザ・ゲームギャラチャンネルの春99でした。はい、今回の動画お楽しみいただけましたでしょうか。ザ・ゲームギャラチャンネルですね、さまざまなボードゲームに関する話題をお届けしております。 YouTube の方はですね、チャンネル登録の方をしていただけますと、私が動画の方を登録しますときにそれがですね、素早くお伝えできるようになっておりますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ザ・ゲームギャラチャンネルの春99でした。